本日はメディアの皆様、関係者の皆様お忙しいところ、レベルスザファイナル、こちらの大会のですね、緊急記者会見という形で呼びかけさせていただきました。レベルスを封印する大会である以上ですね、主役というのはやはり山口元気代表にここで主役になっていただきたいなと思いました。山口元気選手の登場です。そして引き続き対戦相手をここで発表させていただきたいと思います。チームワン浩二選手の登場です。改めて、ここで発表させていただきます。レベルスザファイナル2月28日日曜日後楽園ホール大会スペシャルエキシビションマッチ、山口元気対浩二のカードが決定しましたことをここに発表させていただきます。山口選手、お願いできますでしょうか。非常に戸惑ってて、まあ、エキシビションをやってくれないかっていう話を聞いたとき、本当耳を疑って、皆さんが盛り上げようと考えてくれる中で、やはり僕がそこをやっぱり恥ずかしいとかいう理由で断ったら失礼だなっていうのがやっぱり一番だし、快諾してくれた浩二選手の男気にも失礼だなと思ったので、浩二軍団のブースで T シャツ買ったぐらいみんなから慕われてる選手なんだなっていう印象を持っています。それではどうぞ意気込みを浩二選手お願いいたします。はい、なんかもうお葬式みたいですが、朝くらいですか。ほんま、せっかく俺来たのに。もちろん俺レベルスがあって今あるんでね、はい、だからちょっと見に行きたいなと思って遊びに行くよってやったら、もうそっからみやちゃんがしつこいしつこい、もうしつこいですよ。もう LINE 電話バンバンしてきて、ちょリングに上がってくれと。だから俺はもう高いぞと。まあでもそんな話冗談置いといてね、置いといてね、ほんでちょっと俺が喋ってるんで、はい、選手の邪魔せんとってくれます。山口代表の相手をさせてもらうっていうことと、まあ、宮田さんのお願いやったら俺がリングに上がる意味はあるなと思いまして、何かお祭りごとやと思うんでね、そういうのはちょっとでも盛り上がればいいなと思って出場させてもらうことになりました。これはもう宮田さんと山口代表邪魔と俺こんなんしないですもん。無駄に殴り合いたくないんでね、はい。もう本当レベルスがなかったら大げさじゃなく今の自分ってなかったと思うんで、まあ何ができるかな分かんなかったですけど、会場に行って話題になれば嬉しいなと思ってたんでね、こういうリングに上がらせてもらえる話をいただいたんで、山口代表と一緒に何かリングで盛り上げることができたらなと思います。実を言うと決まったばっかりの部分がありまして、これから調整で、まあそういった話もこれからさせてもらうんですけども、前日までには発表させていただきます。ナオンスのグローブ着用、コスチューム、いやもうグローブは12オンスですよねもうあんたは俺が12オンス言われるから12オンスはやめときましょう。そんなもん俺が山口代表思いっきり殴ってもそれはそれで引くでしょ必死に言ってたら、まあ、それはもう楽しくやれたらいいなと思ってます。もう今年は素直に、5月に、雷神で自分は復帰戦をしようと思ってますし、そこでね、まず同階級のことを雷神に来てからやってないので、同階級で俺は強いっていうところをね、見せて、やっぱり雷神ファンを喜ばされてないっていうのを自負してるんで、やっぱ雷神ファンを喜ばしたいっていうのもありますし、もちろん俺のファンをね、喜ばしたいんで、5月に復帰戦しまして、まあなんせね、持ってて知らないんですよ。女の子当たり前ですけど、男の子もみんな俺と絡みたいがあるからね、柴田のおっさんともね、あんだけごちゃごちゃ言うとんのやから、しっかりね、決着をつけなあかんと思ってますし、まあ何事も順番があるんで、まず俺は適正階級で証明して、でそこからね、またお祭り事をやっていけたらいいかなと思ってますね。はい。山口代表に、これに関してはもう恩返しでしょ。俺をもうぐじぐじ言うてるアンチのやつをおったら、もう頭引っ張りいただきますよ、また。でもね、アンチもファンもまた盛り上げれるようにちょっと強くなろうと今は思ってます。はい、いや本当ね、浩二選手の男気をありがたく本当に感じたんで、ちょっと このままこの足で本屋さん行って、浩二君がここで告知してくれますか事前が出てるそうなんで、いやいやもうそんなもん買ってこようかなって、そんなもん、はい、そんなの持ってきてそんなんもうもうあとでこれすり合わせしとったわけちゃいますよそんなんもう勝手なのもうしっかりね見てください
俺もう凡人の称賛。お、久しぶりですね。すぐカメラに気づくと。レベルスターファイナルスペシャルエキシビションマッチ2分2ラウンドを行います。青コーナーよりエンペラー浩二選手の入場です。One, three.
それではここで本日急遽スペシャルエキシビションマッチに出場してくれました浩二選手に一言いただきたいと思います。あの日本のスーパースターの浩二です。まだ怒られるわけじゃないから頑張りたいと思います。ありがとうございます。自分はいつも不適でお伺いしますけど日本で一個も名刺も食えない状態で毎日までも添えすぎる地方で生きている姿を当時山口代表が使ってくださっているようですね。いい結果は出せなかったですけど自分を使ってくださったおかげで東京に名前が広がっていき、そしてそこで一枚にリングアナウンサーしてる宮ちゃんに競馬に拾ってもらい名前を出してもらえるようになりました。なのでレベルが上がったら今の自分があります。本当に山口代表レベルのファンの皆さんありがとうございます。自分はいつも一番言ってますけど何一つ満足してなくて去年大臣に移籍させてもらって那須川天ちゃんと小見選手に負けてしまって素直にすごく悔しいですし情けないと思ってます。チームもついて回ってきたので必ず今年は司会式というか自分の階級で証明してまた来年の大晦日が面白い試合ができたらなと思い今上田さん会長に伝えていただいてます。なので今年はしっかり男を見せるのでどうか皆さん応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こんな素晴らしい大会に出場させてもらったのでいいですかね。来年のこのグローブを皆さんがいてくださったので大事だったと思うんでこれをプレゼントさせてもらいたいなと思います。これ大事なグローブなんですけど欲しい人いますか。おー嬉しいな。じゃあどうしたらいいですかね。ベッピーにあげたらいいですか。ベッピーじゃあいや子供の声が聞こえるな。どこあおいで手前のお兄ちゃんおいで。はいこれ方とプレゼント。よし、ありがとうございます。おいで、女の子おいで。やっぱり女の子に優しくしないとダメだからね。はい、じゃあ、来てください。ありがとうございます。本当に皆さんがいたから、行ってくださるから自分は迎えてます。また頑張るので、どうか格闘技を応援。俺のこと嫌いでもいいんで、格闘技を。応援していただけたら嬉しいです。本当はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。次ちょっとお願いいたします。4月、ちょっとコロナの影響があるかわかんないですけど、4月と5月、まだ自分、大臣で復活するんで、応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。コースの大きな本当にどうぞ皆さんご期待ください。ありがとうございます。ありがとうございました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 。写真撮ってください。はい。写真撮りたい。はい、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。指名されたね。指名されたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当、皆さん。ありがとうございます。もう会長おらんかったら大変やった。ありがとう。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイキー。バイバイキー。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いいんですか？香水買いました。おえ嬉しい。カール。山口代表。ありがとうございました。すみません。足引きずってます。大丈夫です。すみません。ダメ。すみません。ちょっと頑張りすぎました。いやいやもうたくさん蹴っていただいて。やっぱり打たれ強ってか体強いね。懸念だよね。あ、タイ人の懸念ってこういうのなんだな。あのまたいろいろ、はい、応援します。楽しかったです。本も読みました。ああ、ありがとうございます。また今後とも、はい、よろしくお願いします。いつでも読んでください。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。
もちろんもちろん。まだダメだ。そっか。どうも特権。ありがとう、嬉しい。あのインスタライブもいつもコラボしたくて、めっちゃ送ってるんで。オッケー、次しよう。コラボしてください。オッケー。赤いトップがです。赤いトップ。これです。あ、ほんま。あんまり俺と喋ったら妊娠すんだよ。あ、ぜひ。おかんの前で言うな。大丈夫。ありがとうございました。なんか柴田ダンスでちょっと足ずれそう。お疲れ。